皆さんこんにちは、ジーナでーす。今日は火曜日、コンビニ新商品発売日となっております。今週もパンとスイーツからチェックしていきましょう。買ってきた商品はこちら。今週のコンビニスイーツですね、やっていきましょう。今週のね、注目はまずはローソン、サルタヒココーヒーとのねコラボスイーツが来ました。これでね全部じゃないんですけどね、今朝はまずこの3つが買えました。もともとね私コーヒースイーツ好きなんですけど、サルタヒココーヒーもねよくお店にも行くんで、これも楽しみです。でこれなんですけど、これね多分ファミリーマートの先週発売分らしいんですが、また例によってねウェブに情報が出てない商品がありました。これ気になったんでね、今日一緒にやっていきたいと思います。そしてセブンイレブンもこれね先週発売分のイレギュラー分ですね、一昨日日曜日発売されたものですが、水まんじゅう、これいちごバージョンですね、やっていきたいと思います。先週ね抹茶バージョンが出ててすごく美味しかったんで、これもね美味しいんじゃないかなと期待しています。前編はまず8品じっくりチェックしていきましょう。はい、ではまずはローソンサルタヒココーヒーコラボいきましょう。コーヒーティラミスタルト、はい、中から出すとこんな感じです。今ね袋から出したらコーヒーでもティラミスでもなく、もうとにかくね香ばしいいい香りがしてます。これはねタルトの香りですかね。タルト生地の中にねなんかこういうちょっとドーム状のクリームが入っていますね。これがティラミスクリームかな。例によってねちょっと内訳がよくわからないんですけど、上になんかクランブルっぽいのもかかってます。はい、で断面はこんな感じですね。そのさっき言ったねドーム状のクリームの下にスポンジっぽいのがあって、一番そのタルトのね底の部分にもう一層ありますよね。ちょっとしっとりっぽい生地、タルト生地も入れると4層構造、そんな感じですかね。うん、あ、なんかね最初食べた時にあれサルタヒココーヒーの割に全然コーヒーが来ないなって思ったんですよ。なんかね遅れてめちゃくちゃ強いコーヒーが来た。すごい深みのあるねもうサルタヒココーヒーらしいコーヒーの風味がね後から来ましたね。その周りにこのやっぱりタルト生地の香ばしさと、あとこのクリームの部分のコク、それがねあります。マスカルポーネ感はねちょっと薄いかもしれない。だからねティラミスって感じがねあんまりしない。まあこれティラミスタルトとして食べてるからその上だと感じるけど、何も言われないで食べたら普通の中ねコーヒー系のタルトプラスなんかコクのあるクリームが乗っかってる、そんなイメージが近いかもしれないですね。まあ、ただねそれはそれで美味しい。でもね私はねコーヒーも好きなんだけどティラミスも好きなんですよ。だからもうちょっとティラミス感があった方が良かったなとね正直思いましたね。ちゃんとティラミスムースなんだと思うんだけど、それ以外が強いんだと思う。コーヒーの強さと、あとやっぱりこのタルトの香ばしさ、難しいね。タルトってやっぱりさっくり香ばしいのが好きだけど、それ強すぎるとやっぱりこのフレーバーが落ちちゃうんだね。そう思うとやっぱバランスって大事だなと思いますね。まあ、裏を返すとしっかり深みのあるコーヒープラスタルトが香ばしい、そんなねタルトスイーツだと思います。気になる方はぜひ試してみてください。はい、続きサルタヒココーヒーコラボいきましょう。コーヒーキャラメルデニッシュ、はい、中から出すとこんな感じです。こういうちょっとね緩めに巻かれたデニッシュパンですね。でこの上にねちょっとかかってるのがキャラメルグレーズらしいですよ。はい、で断面はこんな感じです。層と層の間にねちょっとあの黒っぽいものが見えると思うんですが、これがねコーヒーダマンドだそうです。ん？あんまりコーヒーがね強くない。いやコーヒーの香りは来るんだけど、なんかねほんのりなんですよね。でもう一つ言うと、今の一口ではキャラメルは感じなかった。なんかいろいろ弱い。あのねコーヒーがガツンと来るっていうよりは、なんかねアイスカフェラテみたいな、ホットじゃないんですよ。あの氷で薄まった感じがある。全体的にカフェラテっぽい感じがあるんだけど、決して強くない。でコーヒーがドーンって感じもないし、苦味もそんなにないんですよね。なんかもうちょっとガッツリ来てほしかったな。ただこれさっきも言ったように生地の中にコーヒーダマンドをこう織り込んでるタイプなんですよね。場所によってってことかもしれない。うんうんうん、それでもなんかめちゃくちゃ強いってわけじゃないけど、さっきよりは来た。
で、あのダマンドだから、なんかあのカステラっぽいしっとり生地が巻かれた感じがあって、そこからコーヒーが来るのがね、すごいわかる。いやでもちょっとやっぱり弱いな。せっかくサルタヒココーヒーコラボだからね、これコーヒー好きの人が絶対食べるはずなんですよ。まあ、結構このね巻き込み系はねそんな傾向ありますよね。ところどころになんかいきなり来るみたいな部分があるかもしれないけど、私が今ね食べた感じではそこまでガツンと来なかったです。私もうちょっと強いのが良かったですね。まあでも食べやすいと思うんで、コーヒー系の風味が好きな方はぜひ試してみてください。はい、じゃあサルタヒココーヒーコラボもう一ついきましょう。コーヒークリームアンパン。はい、中から出すとこんな感じです。結構ねしっかりめの生地ですね。ちょっとなんかねカサカサしてる感じの、食べやすそうな生地です。はい、で断面はこんな感じ。中にはコーヒーホイップとコシアンが入ってます。コーヒーとあんこの組み合わせですね。はい、これまでもねコーヒーとあんこの組み合わせって結構出てきてますけど、意外に合うんですよね。なんだっけ、米田にもありますよね、あのなんか小豆入りのコーヒー。今回はコーヒー味のホイップクリームにコシアンですね。どうでしょう。うん、違和感ない。ベースはあくまでもねコシアンですね。その周りにそのホイップのミルキーさとコクプラスそのコーヒーの風味がねふわっと香ってる感じです。まあ、要はあのホイップアンパンってあるじゃないですか、あれのコーヒーフレーバーバージョンだからそんなに違和感ない。で、あんこの味とコーヒーも全然喧嘩してないですね。で、これはちゃんとねコーヒーの風味がね来る。なんかベースにあんこがある感じはあるんだけど、香りとして強く来るのがコーヒーだから、ちゃんとなんかねあのサルタヒココーヒーコラボ感もねありますね。美味しい。最初食べた時にコーヒーが強かったんですよ。あんこの風味ってコーヒーに負けちゃうのかなと思ってたらね、後からじっとりあんこが来ました。後からあんこが加わってきても全く違和感なかったし、まさにあのホイップアンパン的な組み合わせ。ホイップアンパンの味に慣れてるからこそ、そこにプラスコーヒーが来ることによって、あ、なんかねサルタヒココラボだなっていう、そういうなんかねちょっとあのコラボ的な風味もしっかり感じられるのがいいですね。これあのコーヒー好きの人はもちろんなんですけど、アンパン好きの人にねちょっとこのねフレーバー系のねアンパンってことで食べてみてほしいなというふうに思いました。ぜひ試してみてください。うん、はい、ではファミリーマート、これ多分先週分なんですが、冷蔵品先にやっときたいのでこちらから行かせてください。ダブルクリームたい焼き、つぶあん&黒蜜ホイップ。はい、中から出すとこんな感じです。まあね、これいつものクリームたい焼きなんですけど、結構ね横から見るとねこんもりしてて立体感がありますよ。はい、で断面はこんな感じです。中にはカスタード入りのつぶあんと黒蜜ホイップクリームが入っています。これ生地もね見るからにもちもちっぽくて美味しそうですね。はい、これねあの今朝ファミリーマートに行ったら置いてあって私びっくりしちゃって、で帰ってきてからねネットで調べてみたら、もう何件かね口コミがあの先週の日にちで上がってたんで、だから多分先週分またウェブ情報なしで上がったやつなんだろうなと思います。ファミリーマートで、ね、黒蜜系って言ってどうしてもその栄太郎が思いつくんですけどね、今回は栄太郎コラボじゃないんですが、なんかもうファミリーマートで黒蜜って言うとねもう美味しいってい う、 もう私の中で方程式があって、これもねすごい期待してます。なんかいろんな味がする。あんこもいるし黒蜜もいるし、ちょっと洋風な味もするから、それがカスタードかな。美味しいんだけど何かがいらない気がするんだよな。これ何かと何かが喧嘩してるような気がする。黒蜜とあんこはいけるはずなんでカスタードじゃないかと思うんだけど、ただ黒蜜がしっかり効いててあんこも甘くて生地ももちもちで、ちょっとそこ引っかかりはするけど美味しい。ちょっとねもやっとはしてるんですけど、でも美味しいって言っておきたくなりました。すごい華やかな香りがするんですよ。カスタードだと思うんだけど、その中で華やかさがこの黒蜜とあんこといまいち噛み合ってない気がしちゃう。なんかそこはずっとムヤムヤしてるんだけど、あんこがまずあのファミマらしく甘いんですよ。甘いあんこの風味に黒蜜が加わって、しっかりそこからも黒蜜の甘さが来て、で生地はさっき断面で見た通りもうしっとりもちもち、これがまたねこのあんこと黒蜜に合いますね。黒蜜系のスイーツが好きな方、このもちもち系のたい焼きが好きな方、いかがでしょうか。ぜひ試してみてください。はい、ではファミリーマートもまだあるんですが、先にセブンイレブンの冷蔵系行かせてください。こちらですね、おととい8月4日発売分です。いちごのクリーム水まんじゅう。はい、中から
回だとこんな感じ。これ先週ね抹茶バージョンが出ましたが、それとね多分構成は同じですね。プルプル生地の中にピンク色のねあのいちごのクリームが見えます。はい、じゃあダメ、こんな感じ。やっぱりですと、これも切りづらかったんでちょっと汚くなっちゃったんですが、中にはいちごクリームとあといちごソースも入ってるそうです。先週 の抹茶の時も言いましたけど、これね普通にかじったらねこんなに食べづらくないと思います。もうねあの包丁で切ろうとするとねだいぶね大変でしたね。うん、いちご濃い濃い、すごいなんかね果肉感も感じる。なんか果肉は別に塊に入ってるわけじゃないんだけど、すごい塊を感じるいちごの味。だから美味しいいちごジャムみたいな、それをなんかちょっとミルキーにさらにちょっとデザート感あげたような、そんな感じのねいちごクリームといちごソースですね。ただそれがねプルプル食感の生地にくるまれてるんで、ストレートにドーンとくる感じはないんですよ。でもなんかそれがいい感じ、こうなんか暑い季節にねすごい気持ちがいい感じがありますね。抹茶とね同じだわ。抹茶もすごい濃厚で、そのプルプル生地にオブラートにかかって、あのなんかそんなストレートに来ない感じがむしろ良かったんですけど、それの今度はイチゴバージョン、すごい果肉感のね美味しい濃いイチゴ味ですね。すごいプルプル生地で清涼感があるんだけど、イチゴ自体が濃いから物足りなさとかであっさりした感じは、ね、一切ないですね。イチゴ好きの方いかがでしょうか。ぜひ試してみてください。はい、では常温系に戻りましょう。ファミリーマートです。シュガーミルクフランス、はい、中から出すとこんな感じです。まあよくあるねフランスパン生地の中にクリームが入ってるタイプなんですが、これ結構ねクリームがめちゃくちゃ濃厚そうに見えますよね。しかもねたっぷり入ってます。はい、で断面はこんな感じです。あ、やっぱりなんかねバタークリームみたいなコクのありそうなクリームですね。はい、さっきも言いましたが、これね、まあ、これ自体はよくあるフランスパン生地の中にクリームが入ってるタイプなんですけど、今回はね、シュガー入りクリームですよ。だからシャリシャリするんですかね、食感が気になりますね。うん、食感よりもクリームがめちゃくちゃコクがある。ほんとなんかね、バタークリームみたい。バタープラス練乳みたいな。そんな感じのね、ミルキーでコクのあるクリームですね。で、その中からやっぱりね、この間もちょっとこれ同じようなパターンあったと思うんだけど、あからさまにシャリシャリくる感じじゃないけど、砂を噛んでるような、めちゃめちゃ細かい砂糖がね、こう噛むごとに、ジャリッジャリッとくるのがね、感じられますね。美味しい。いやもう本当にこれさっきも言ったけど、クリームの見た目がねもういかにもコクがありそうで、質感もなんて言ったらいいんだろう、あのね室温に戻したバターみたいなあんな感じ、それがこのねちょっと若干ドライさもあるフランスパン生地、そこに中でいい油感に広がるんですよ。でもただただ濃厚なだけじゃなくて、中からねこのジャリッジャリッとね砂糖を噛んでる感じが来るのがね、食感的なアクセントにもなってていいですね。うん、下に落ちてないから、私の洋服の上に落ちたんで大丈夫です。あ、今指ですくってねクリーム結構多めに食べたんだけど、やっぱこのクリーム美味しいわ。パンとこのクリームの組み合わせで、何よりこのクリームの濃厚さがいいですね。気になる方はぜひ試してみてください。はい、引き続きファミリーマートです。もちっと食感のバナナパン、これねもったいないバナナって書いてありますね。これあのドールがやっているあの規格外バナナを使ったフードロス削減のプロジェクトだそうです。もうねもったいないバナナを使った商品だそうですよ。はい、中から出すとこんな感じです。これあの一番上にねあのしっとりもちもち生地がかぶさってるタイプですね。こうして見ると分かりやすいですよね。はい、で断面はこんな感じ。あのねまず今ね切ったらね生地ふわふわですよ。もちもち生地はしっかりしてるんだけど、内側がねもうふわふわで、中にはそのさっきのねもったいないバナナを使ったバナナピューレ入りのバナナクリームが入っています。うーん、てか食感やば、生地めちゃくちゃふわふわで柔らかい。ただこの一番上にこの餅と生地がかぶさってるから、そこがもう全体を外側からまとめてくれていて、すごい食べやすいですね。で中のバナナクリームがいい意味で加工された感がねあんまりない。本当になんかフレッシュなバナナをそのままなんかね滑らかなクリーム状にしたような、そんな感じのクリームですね。食感とこのバナナの風味がねすごくいいです。美味しい。
私大体このもっちり生地がねかぶさってるタイプおすすめすることが多いと思うんですけど、食感が気持ちいいんですよ。もっちり生地自体もちょっとなんかクリーミーな感じで、その外側と内側のねこの組み合わせもすごく好きです。で何よりこれバナナクリームがいいですね。すごい滑らかでなんか、ね、変に甘くない。ファミマにしては珍しいですよ。バナナのねフレッシュ感も感じつつこう食べやすいのがいいですね。ぜひ試してみてください。はい、最後セブンイレブンですね。ミルクシュガースティック。はい、中から出すとこんな感じ。こういうねツイスト系のデニッシュですね。こうしてみるとちゃんとね層を感じられてデニッシュ感があります。はい、で断面はこんな感じです。ミルクシュガースティック、このシュガーは上にかかってるこの粉糖のことを言うのかな、それともさっきみたいなねジャリジャリ感があるんですかね。うん、超シンプル。シュガーやっぱりこの上側のね粉糖のことだけですね。ミルク風味のパン生地、なんかそれが美味しい。なんかセブンイレブンらしい、地味なんだけど素材の美味しさを感じるパンですね。ものすごいシンプルなミルク風味のパンなんだけど、ただデニッシュなんでちゃんとあの油感があるんですよ。適度にジャンクで、で若干塩気もあるんですよね。いろんな美味しさが適度に詰まってて、なんか後を引く、そんな素朴なパンでした。気になる方はぜひ試してみてください。はい、ごちそうさまでした。今週も美味しく始まりました。今回のおすすめはですね、まずはローソンのサルタヒココーヒーコラボ。その中でもまずおすすめはコーヒーティラミスタルト。ただですね、これさっきも言いましたがティラミス感はね薄めでした。あくまでもコーヒーフレーバーのタルトとして美味しかった。コーヒーがねしっかり強くて、あとねタルト生地がね香ばしくって美味しかったですね。で、あと同じくサルタヒココーヒーのコラボで、あのコーヒーアンパン、あれも良かったですね。あんことねコーヒーのこちらの中でバランスすごいよく感じた。アンパン好きの方はねちょっとコーヒーフレーバーのアンパンってそんなにねなんか多くないんでね、ぜひ食べてみてほしいですね。唯一あのねキャラメルデニッシュ、あれだけはねちょっと全体がぼんやりしてて、コーヒーも薄かったしキャラメルもほとんど感じなかったし、なんかねあのうーんと思いましたね。あんまり中で味がどんどんストレートに来る感じが苦手な方はね、むしろああいうのがいいのかもしれないんですけど、ちょっと全体的に味が薄いなと感じました。あともう一つ、ファミリーマートのシュガーミルクフランス、クリームが美味しかったです。まあ、フランスパン生地はねなんとなくよくある商品なんでイメージつくと思うんですけど、クリームがとにかくコクがあってね、練乳プラスバターみたいなそんなイメージのクリームでした。それがねフランスパン生地にもすごく合ってましたね。ちょっとあのシュガーがシャリシャリくるのも良かったです。他もね美味しかったんで気になるところで食べてみてください。はい、というわけでまず前編終了いたしました。後編もね続きやっていきたいと思うんですけど、まずはローソンのサルタヒココーヒーコラボがねまだ残ってます。ドラモッチとロールケーキが残ってますね。これがまたドラモッチがねコーヒーキャンディー入りのドラモッチだったり、あとロールケーキの方はねコーヒーゼリーが入ったりでね、ちょっと美味しそうなんで楽しみにしてます。あとはねファミリーマートがねローソンみたいなことをね今週やるんですよ。増量キャンペーン、多分 40% 増量キャンペーンっていうのやってます。スイーツからはねあのバタービスケットサンドが 40% 増量で出るらしいですよ。それ変えたらね後編でやりたいと思います。あとねセブンイレブンはねモコが出ますね。オレンジ風味のねレアチーズモコだそうです。これもちょっと夏っぽい感じなのかな、楽しみですね。後編もできるだけね皆様の興味の強そうなところを集めたいと思いますので、ぜひお楽しみにお待ちください。この動画良かったなと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録がまだの方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、今日もご視聴いただきましてありがとうございました。また次回もお待ちしています。ジーナでした。